ッツとヤンキースライキの大谷つぶしに巨人、菅野をリストアップ、海外 FA 権を行使し、メジャー挑戦するとされる巨人の菅野が12月に渡米するらしい。今季15勝3敗、防御率 1.67 の好成績を挙げた菅野について、米メディアが日本で最も優秀な投手の一人と紹介。現在35歳の菅野は先発投手の補強を必要としているチームが多数入札するだろうとした。今のところレッドソックス、ジャイアンツ、カージナルス、カブスなどが新天地候補として挙げられており、今オフの FA 次第ではドジャースにナ・リーグ優勝決定シリーズで敗れたメッツ、ワールドシリーズで敗れたヤンキースが獲得に動くという。ポストシーズンでドジャースに敗れたメッツとヤンキースが巨人の元エースをめぐってニューヨーク2球団を中心とした争奪戦に発展しそうだ。ヤンキースやメッツは大谷や山本にやられてるし、今永も活躍しているから日本人は人気あるよな。菅野はできれば30歳前後で行ってほしかったな。実際に MLB で通用するのか。日本人を信頼しているのはわかるけど、菅野波動だろうね。これだけ実績のある大谷を倒すのはおこがましいだろう。大谷、ベッツ、フリーマン以外の選手に打ち込まれて終わりだって。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。